暑すぎます。助けてください。扇風機つけるのかな？おい、ダメか。飲み物は？飲まないな。あ、靴下が脱げた。お、お前何枚履いてんだよ。こんな暑いに決まってんじゃねえか。全部脱がせたら OK でしたよ。過剰に虫が苦手なのでしょうか。よく履けたな。起こしてください。ヘッドホン取るんじゃないの。ダメか。手で押さえる。顔。ダメだな。なんか財布みたいなのもあるけど。お、びっくりした。スマホとかなんかいじってた、なんかいろいろ。Bluetooth には全く当てになりませんから。補足するとスマホの左下のところあるでしょ。これとヘッドホン、つなげばいいみたいです。まあ、ヘッドホンからスマホでもいいかもしれない。スマホをタップしたまんま、ヘッドホンのところに手を持っていったらね、クリアになりました。レベル303、いじめっ子を止めましょう。右がいじめてる子、お、なんか缶みたいなのが伸びたんだけど。なんかちょっと、やばいな、これ、動きが。これしか動かせないんだけど、あ、これで爆発させるってことか。右の子、コーラなのかな？シャカ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 やってたらね、クリアしました。ざまあみろ。レベル304、ボールをセンターに持っていきましょう。なんかこれ楽しそう。うわー、動くんだ、こうやって。止める。こんな感じか。で、こうやってまた回して、タップ。あー、ちょっとダメか。はい。はい。結構シビアだな。こんな感じですね。だから、止めてから、真ん中のところで止めて、どんどん中に入れていくって感じ。小さなボールにとっては長旅でしたね。子供たちは彼の家に来てくれません。なんでだろうね。なんかが怖いんだろうね。剣が取れた。お、かぼちゃ。あと、右のこのろうそくみたいなのも取れる。あ、これで OK みたいな感じか。ハロウィンみたいな感じ。トリックはトリート。ちょっと補足すると、左下の子供がおるんだけど、この剣が動かせるんですよね。この剣をこの上のかぼちゃに刺します。で、右上のところ、ここにろうそくがあるから、このろうそくをこのかぼちゃのところに持っていったらクリアできました。本物のお化けは何人いますか？これ絶対後ろに隠れてるやつでしょ。いや、本物の化けってどういうこと？ 1,2,3。これ3ってことなのかな？なんかクリアしちゃったんだけど。もちろんゼロですよ。お化けなんていませんから。あ、そういうことか。T シャツタップしたってことね。なんかさっきのはここ、男の子のところの T シャツゼロって書いてあるでしょ。ここタップすればクリアだった。あ、でも一応全部脱がせないといけないのか。はい。これですね。お菓子を点検する時間です。ママに全部渡しましょう。回収されるの？こんな感じに。はい。これでどうや？まだ渡すのある？なんか隠した。なるほどね。この被り物の下ところに耳のところとポケットのところにもあるね。男の子もなんか持ってる感じなのかな？靴のところとかはなんもない。あ、あと左下、この、なんて言うんだろう。女の子は3つ持ってたわ。これで OK か。足のところにもあったね。かわいそうに親が全部内緒で食べちゃいます。みんなをニコニコさせましょう。真ん中の子がニコニコしてない。あ、入れ替えた。どういうことだ、これ。並んだんだけど。ようわからんなんだけど。これやったら、舌がニコニコしてないってことになる。意味がわかんない、これ。どういう仕組みなんだ、これ。これって場所によってニコニコする場所としない場所があるのかな？青はね、下のところ全部ニコニコしないんだよね。でも一番上にしたらニコニコするんだよね。だから一番上に置きます。あ、こうクリアできた。これです。みんな喜んでよかった。なんか消去法で置く場所を決めたみたいな感じですね。レベル309、うさぎはどこですか？うわぁ、左のタップしたら耳が伸びた。一発でクリアしちゃった。猫のふりをしていたようです。お姫様はどこでしょう？髭に隠れてるとか？違うか。あ、剣がなんか取れた。剣で髭。あ、こんな感じか。真ん中にいたね。髭を剃ったらお姫様だった。姫様、父君がすぐに城に戻るように命じています。金庫を開けるのを手伝ってください。ボタンがあるね。4つ。順番に押すのか。なんか壁画みたいな感じにまた隠れてるんじゃない？この右の壁のところとか。なんかこれ見て、薄くさ、右上にさ、青、赤、黄色っていうのが見えるんだけど。一番上、青を押して、赤を押して、黄色を押して、緑でいいんじゃないかな。上から順番。なんか、見えるかな？今までたくさんの金庫を開けてきたのに、まだまだ大金持ちになれないなんて。レベル312、怪物を止めましょう。振ってみてもダメ。何にもないな。見えましたでしょうか？右下の、この恐竜のところ。なんか、あるんだよね。これ、ネジではめる。左のところの機械。そしたらビームを打つことができました。これでね、止めることができます。なぜそんなところにネジが？確かに。どの猫でしょうか？
これまたなんか足すみたいな感じかな。これ普通に見ればいいのかな。この3つのうちのどれかだと思うんだよね。これ当てはめるってこと？これは違う。右も違う。これ混ぜるのかな？混ぜるの関係ないか。どっかにこうやってつけるんかな？お、左上のなんかオレンジの猫が動いた。なるほど。これでここを置いて、こんな感じで、この右のやつつけるって感じかな。規則性が正しくなったよね。黄色い猫から始まり、黄色い猫で終わります。これやり直してみたら、左上のこのオレンジの猫を普通にハテナにつければね、OK でした。下は関係なかった。試験を終えるのを手伝いましょう。やばい。砂時計ひっくり返す。あ、こんな感じ。なるほどね。こうやって砂時計が落ちていく。これでひっくり返す。左上。これで女の、あ、やばいやばい。あっぶね。ギリギリだった。これで試験が終わるまでこうやってぐる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 やって横にしとけばいいんじゃね、これ。これで無限じゃろ。先生に気づかれる前に教室から逃げましょう。なんかクリアしちゃったよ。横でも落ちてるから、やっぱりこれ繰り返しておけば OK ですね。こんな感じに。秘密の数字を2285を見つけましょう。これ簡単だよね。これひっくり返したりとかするんじゃない、これ。こんな感じ。手で。赤いやつとかね。で、一番左で2285っていうやってればいい。2、で、2が真ん中。これか。OK。この感じです。赤い方をひっくり返せば OK でした。エイリアンは2285年にやってきます。本当に？嫌いないとこに会う日を決めなければ。え、決める ?1,2,3,4,5,6,7。なんかおかしくないか？いや、合ってるか。とりあえずいろいろタップしてみる。5月、あ、5月をしたら6月になったんだけど。あ、6月31日クリアしたら、これで会うことはないでしょう。あ、6月31日はないからか。なるほど。そういうことね。レベル317。どうすれば渡れますか？これ無理やり渡ったら引かれちゃうよな。この閉まってるところを開く。右へお店。警察かなんか止まった。今や、通れたぞ。なんでだろう。めっちゃ人気なのかな、あのドーナツ屋さん。警察の人もドーナツが好きみたいです。隠されたドアがあるはずです。これなんかいろいろ本棚とかのけれそうな感じがするね。これ案外床にあるとかじゃない？違うか。おう。おう。おう。やっぱり床にあったわ。どこに繋がるのでしょうか？誰かの秘密のトイレットペーパー金庫？さっきの補足すると、右下の方のカーペットの先を、なんていうんだろう、丸めます。丸めたらソファーを上に上げることができます。で、また丸めて見つけるって感じで OK でした。赤を勝利に導きましょう。まあ、とりあえず対戦してみましょう。これだと青が全部勝っちゃう感じになるな。じゃあこれ、馬とこれ変えてみたらどんな感じになるんだろう。真ん中の赤が勝った。ということは、この剣と槍だったら剣の方が強いってことか。だからこの一番上のこの赤のやつをこうやって変えて、これで対戦してみましょうか。そしたら赤が勝ちます。消去法ですね。今回は3人だけ、何千人もいたらどうしますか？音楽がうるさいです。これ下にすればいいんじゃない？あ、ダメか。押さえとく。これ手で押さえてます。あ、でも鳴ってるな。口も塞ぐ。関係ないか。もう上まで上げた。逆にすればいいのか。今下にやってて関係なかったか、上に上げたらスピーカーが壊れましたわ。スピーカーは弁償しませんからね。コースを完了させましょう。走れる感じ。あ、なるほどね。タップしたらね、ジャンプしてます。ここでジャンプ。あ、ダメだ。あ、ちょっと待って。上にジャンプしないといけない。これはダメなんじゃない？二段ジャンプとかは。はっは、ダメだな。普通に下から上にジャンプさせて、これでジャンプさせようと思うんだけど、ジャンプできないんだよね。ほい。これジャンプで、最後は問題なんだよ。あ、下げることができる、これ。下げて、あ、ちょっと待って。ごめん。これ下げといて、ジャンプすれば OK です。これでクリアかな？スピード、バンプも同じように高さを調整できるといいのに。お腹が空いてご機嫌斜めです。なんか、やるのかな？フォークが取れた。フォークとライフが動かす。おお、いろいろ取れた。なんか、これを上げるのか。平等に上げよう。いや、平等に上げれねえぞ、これ。3つあるかと思ったら適当に上げてみるか。いらないかな？はい、適当に上げた。関係ないか？全然なってない。でも真ん中は、なんて言うんだろう、ちゃんとつくんだよね。これもついたな、ちゃんと。あ、ついてる。まあ、とりあえず上げてみよう、いろいろ。いらないって言ってる。
あ、喜んでる。見て見て今。開けたら喜んでたよね。だから喜ぶやつをあげる。あ、ほら、喜んだ。これでいいのか、じゃあ。はい。みんな喜んでくれた。ね、笑顔になった肉をあげる感じ。こんなごちそうを食べる前に怒るのは失礼です。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。とりあえずまたね、アップデートされて追加されたらね、とやっていこうと思います。では一旦失礼します。